ウェブ人の小川です。本日もウェブストアに掲載する商品を紹介させていただきます。本日紹介する商品は4月の27日水曜日21時にアップされる商品になります。サイズ状態とのお問い合わせはベルレジウェブストアの方にお願いいたします。ここにもウェブストアのみになっております。詳細等は概要欄に貼ってありますので、そちらの方チェックお願いします。まず T シャツ類から決めさせていただきます。まずこちらですね、チャンピオンの、トリコタグラージサイズですね。88ボディの1枚です。80年代の1枚ですね。フロントにラバープリント2段で、ブルーと、イエローのプリントが入っております。バックは無地です。ちょっとこちらに小穴が開いていたりしますが、他の状態は特に問題ないかなと思います。まあ、多分、カレッジの、チームの T シャツなんですかね、だと思います。ラージ表記で、自分を合わせると、まあ、ジャストよりちょいゆったりめぐらいな感じで着られると思います。配色はかなりいい1枚かなと思います。こちらの値段が7800円に消費税です。続いては、フットボール T シャツですね。こちらもチャンピオンのトリコタグミディアム表記になります。こちらにも大きなタグつくタイプです。こちらもラバープリントで、2段ですかね、入るタイプです。オクラハマいいですね。バックは無地です。まあ、若干使用感少し毛羽立っていたりとかはするんですが、まだまだ全然着れるコンディションかなと思います。ミディアム表記ですが、まあ、七分丈なのもありますし、全然自分でもゆったりちょいゆったりぐらいに着れる一枚かなと思います。こちらの値段が6800円に消費税です。続いてもフットボールです。タグがこちらバータグの SS サイズですね。こっちもつくタイプです。こちらもラバーで、ユニバーシティオブオーコーボージちょっとわかんないですけどが入るですね。ナンバリングが15です。バックも入ります。こちらスモールサイズなんで、自分ですとジャストよりちょっとちっちゃいかなぐらいな感じですかね。こちらでも7800円に消費税です。続いてはこちらです。タグが、アーテックスのミディアムス表記ですね。こちら素材がナイロンとコットンの素材ですね。ナイロンが多めなので、若干生地感、普通の T シャツに比べてなんていうんですかね、つるっとした感じの生地感になってます。バックは無地です。フロントにワッペンの、プレイボーイと入るタイプですね。ミディアム表記で自分だとジャストぐらいですかね。まあ、この辺ちょっとリンガーっぽい雰囲気の T シャツなので、まあ、ジャスト目に着る方がかっこいいかなと思います。こちらの値段が7800円に消費税です。続いては、タグがちょっと、表記の方しか書いてない、ちょっとブランドはわからないんですが、サイズが XL ですね。フットボールチームの、ミッキーがいる T シャツですね。かなりグラフィック可愛いかなと思います。バックは無地です。ちょっとここにシミというか汚れはあるんですが、状態はかなりいいかなと思います。生地感もかなりまだまだウォッシュ少ない一着かなと思います。こちら XL 表記で自分だと結構大きめにゆったり着れるサイズ感です。こちらお値段が9800円に消費税です。続いてリーバイスのデッドの T シャツですね。サイズが、ラージ表記ですね。フロントもバックも、総柄の1枚です。ちょっとこういった保管時のシミはあるんですが、デッドストックの状態です。まあ、この辺だと多分、洗濯で落ちるかなとは思います。まあ、この総柄ので、リーバイスのプリントもかなりかっこいい1枚かなと思います。L 表記ですが、縮みとは入ってないのでかなり大きめですね。まあ、この辺、洗濯して、乾燥機かけてもらえれば少しサイズは縮むかなと思います。こちらの値段が19800円に消費税です。続いてもリーバイスのデッドの T シャツです。タグがこちらです。 L 表記ですね。こちらもデッドストックなのでかなり、状態はいいかなと思います。特に保管時の汚れ等も見当たらないですね。こちらも大きい大葉のプリントが、ドンと入る、まあ、リーバイスらしいプリントですね。こちらも先ほどと同様、サイズ感はかなり大きめですが、選択して乾燥をかければ若干は縮むかなと思います。こちらの値段9800円に消費税です。続いてはトミーの T シャツですね。タグはヘインズです。ビーフィーですね。サイズが XL です。まあもうザというトミーのプリントですね。トミーのロゴが入った1枚です。バックは無地です。ここにもタグがついていますね。まあ、若干こういった汚れはあるんですが、こちらもデッドストックの1枚になります。
まあ、デッドストックなので こういった汚れ以外は特に目立ったものはないですね。こちら XL 表記なのでかなり大きめですが、デッドストック若干縮むことはあると思います。こちらでお値段が7800円に消費税です。続いてはツルーの T シャツですね。タグはツルー、サイズが XXL ですね。ミュニのプリントが入った、1枚です。サンフランシスコのローカル鉄道の、ミュニですね。ここにも、ビスがつくタイプですね。バックは無地です。まあ、ブラウンの T シャツって意外と探すとないかなと思いますし、この黄色とオレンジのとブラウンの組み合わせかなり配色いいかなと思います。 XXL 大きめですが、この辺大きめに着てもかっこいい1枚なのかなと思います。こちらの値段7800円に消費税です。続いてはこちらです。タグがヘインズですね。サイズが L 表記です。こちらは、テッド・ショーンという、モダンダンサーのなんかダンスグループというんですかね、ダンスの、団体の、ショーのプリントになります。この辺がなんか劇場の名前のみたいです。バックは無地ですね。この、この人の、ダンス団体が、男性のみで構成されているものなみたいで、男性が写った1枚ですね。かなりグラフィックかっこいいかなと思います。こういった風に若干薄しみはあるんですが、全然まだまだ着れるコンディションかなと思います。サイズ L 表記で、自分でちょっとゆったりめに着れるちょうどいいサイズ感かなと思います。こちらの値段が 12,800 円に消費税です。続いてはこちらです。タグがフルーツの XL ですね。マーシャルですね。アンプの、イギリスのアンプメーカーですね。もうアンプで言ったらマーシャルというぐらい、かなり、定番のアンプメーカーだと思います。椎名林檎さんの歌にも出てくるマーシャルですね。かなり無、シンプルな一着になるんですが、胸にマーシャルのロゴとバックにも大きめにロゴが入る一着です。シンプルですがすごい、この本当かっこいい一枚かなと思います。さらっと一枚着るだけで様になるかなと思います。こちらも XL なのでゆったりめに着るいいサイズ感かなと思います。状態は少しこういった感じでポツポツと小穴開いてたりはするんですが、全然着れるコンディションかなと思います。こちらの値段が 12,800 円に消費税です。続いてマリリン・マンソンですね。タグがこちらです。サイズが L 表記ですね。マンソンらしいこのちょっと猟奇的なプリント、かなりかっこいい一枚なのかなと思います。バックは無地です。状態としては、プリントのこういったかすれた小穴とかはあるんですが、T シャツの雰囲気とかなりマッチしていて、逆にかっこいい一枚なのかなと思います。P ライトも一応読みづらいんですが、こちらに入ってますね。多分2003年かなと思います。こういったダメージある T シャツでも、こういったバンド T シャツとかだったらかなり着やすいのかなと思います。自分でサイズ合わせて、ジャストからちょっとゆったり目ぐらいの一枚かなと思います。こちらでお値段が 15,800 円に消費税です。マンソンにしては安いと思います。続いてピンクフロイドですね。タグがこちらです。サイズが L 表記ですね。ピンクフロイドのザ・ウォール、かなり有名な、プリントかなと思います。バックはこうなってます。かなりグラフィックかっこいいじゃないですよね。もうアート T シャツのかのようなプリントですよね。特に、フェード感とかはあるんですが、大きなダメージとか汚れはないかなと思います。で、一応こちらにコピーライト、1997年のコピーライト入ってますね。こちら L 表記で、自分でジャストちょっとゆったりめぐらいに着れるいいサイズかなと思います。こちらでお値段が 29,800 円に消費税です。続いてシャツですね。タグがこちらです。サイズがミディアム表記です。コットンのハワイアンですね。ボタンとかも木のボタン使われてたり、凝ってるいい1枚なのかなと思います。配色も、ネイビーブルーイエローホワイトと、かなり爽やかで綺麗、いい1着なのかなと思います。こういったちょっと焼け感とかはあったりするんですが、大きなダメージはないかなと思います。ミディアム表記なので自分がジャストぐらいに着れるサイズですね。こちらのお値段が7800円に消費税です。続いてはこちらです。リーの、デニムのウエスタンですね。タグがこちらです。サイズが17ですね。
まあ、セブンティーらしい大きめの襟だったり、まあ、ウエスタンという感じでか、ウエスタンの、まあちょっと細身のかなり作りのいい一枚かなと思います。まあ、細身なんですがシルエットかなり、17なので大きいので、まあ、着れる方多いと思います。サイズ自分で合わせて、まあ、かなり大きめですね。まあ、この辺ちょっと大きめに着ても可愛いのかなと思います。こちらの値段7800円に消費税です。続いては半袖セットですね。タグがこちらです。タンクラフトのスモールですね。まあ、若干こういった薄シミは全体的にある一着ですが、ダメージ大きなダメージとかはないかなと思います。まあ、無地の半袖スウェットお探しの方もいるんじゃないでしょうか。かなり配色もいい一枚かなと思います。スモールなので自分がちょっと小さめですが、女性だったり小柄の男性だったら着れるいい一枚かなと思います。こちらの値段が6800円に消費税です。続いてはプーマですね。タグがこちらです。サイズが XL ですね。まあスウェットのような作りなんですが、生地感としては T シャツに近いのかなと思います。まあ、プリントもあまり見かけない、このリアルなプーマのプリント、かなりかっこいいのかなと思います。袖プリも入ってますね。こっちはないです。バックはないですね。まあ、なんかこの辺だと、T シャツの下に着てもいいですし、まあ、1枚でも全然様になる1枚かなと思います。サイズもかなりゆったりしてるので、ゆったりめに着れるいいサイズかなと思います。こちらの値段7800円に消費税です。続いてはラルフの、フルジップスウェットになりますね。サイズがミディアム表記です。まあ濃いめのグレーにフードの中だけ切り替えして、赤黒のチェックになってるタイプですね。洒落てると思います。特にダメージ等で問題になる点もないかなと思います。バックも特に大丈夫だと思います。まあ、この辺の、フルジップのスウェット T シャツお好きな方とかだったら結構便利に使える一枚かなと思います。まあ、ラルフのミディアムなので自分だとちょっと行ったり目ぐらいのサイズ感ですかね。こちらお値段が7800円に消費税です。はい、続いてリバースウィーブの紹介ですね。刺繍タグのミディアム表記です。目つきのタイプですね。カラーは朱色って言えばいいんですかね。まあブラウンに近いオレンジのようなカラーですかね。まあ、かなり珍しいカラーだと思います。コンディションも特に目立った汚れダメージはないかなと思います。袖とかも特に小穴開いてないですね。かなり状態いいかなと思います。まあ、こちらミディアム表記なので自分だとまあジャストからちょっとちっちゃいかなぐらいなサイズ感ですね。この辺の珍しいリバースもかなりおすすめです。こちらでお値段が15800円に消費税です。続いてはフードですね。タグがこちらです。トリコタグの XL ですね。かなり大きめにこの前のフードの前の部分が切られている一着ですね。プリントもちょっとこの辺読み、この辺がちょっと読み取れなくなってるんですが、かなりいい一着かなと思います。バックは無地ですね。こういった感じで小穴とかも開いてたりはするんですが、まあもうこの大きく切られてる感じからも、まあダメージ系としてきても全然いいのかなと思います。ちょっとこういったペンキというのもあったりします。かなり雰囲気はいいと思います。まあ、特に、着用して特になんか気になるようなダメージはないかなと思います。こういったダメージはあります。まあこの辺、中に着るものをでちょっとレイヤードして遊んでみたりするのもかなりおしゃれなのかなと思います。シャツとか合わせてもかなりこの辺でボタンが見えていいのかなと思います。サイズも XL なので中に着れるものも結構幅広いのかなと思います。自分で合わせても結構大きめですね。こちらお値段が15800円に消費税です。続いてもフードですね。タグがシュータグの XL ですね。ワッペンで、コーネル、ネイビーに赤、配色かなりかっこいいと思います。バックは特にないタイプですね。まあ、こういった感じでブリーチャーとなんですかね、ちょっと薄シミがあったりとか、フードのとここういった感じでダメージ着せたり、こういったちょっとこう穴開いてたりとはするんですが、まあ、袖もこういった感じでダメージは着てるんですが、まあ全然まだまだ着用できるコンディションかなと思います。
まあ、ワッペンとか刺繍とか、あまり人気の高いカテゴリーではないと思うんですが、お好きな方はかなり、ハマる一着かなと思います。サイズが XL で自分でゆったり見に着れるいいサイズですね。こちらでお値段が 15,800 円に消費税です。続いてもフードです。タグがこちらです。刺繍タグのミディアム表記ですね。パープルの、目つきのタイプですね。まあ、こちらもちょっとしたダメージ小穴はあるんですが、まあ、まだまだ着れるコンディションかなと思います。バッグも、まあ、こういった感じで汗があったりとかはします。まあ、カラー珍しいこういった、まあ、目つきのものでもどんどん個数少なくなってる印象ですね。フードに関しては、まあ、この辺出すとちょっとミディアムなので少し小さめで着て、なんか上から T シャツとか着てもかなりおしゃれなのかなと思います。ミディアム表記で、まあ、自分でジャストからちょっと小さいかなぐらいですね。こちらでお値段が 19,800 円に消費税です。続いても、目つきのフードのタイプですね。タグが、こちらですね。刺繍タグの XL 表記です。まあ、こちらもこういった感じでちょっとした汚れとかはあるんですが、まあ、比較的コンディションは悪くないのかなと思います。特にダメージ大きなダメージはないですかね。まあ、こちらも、まあ、あまり見かけないブルーのカラーで XL かなり大きいのでお好きな方かなり多いのと思います。自分で合わせてもゆったり見に着れるサイズですね。こちらもお値段が 19,800 円に消費税です。お探しの方も多いと思います。フルスナップの1枚ですね。刺繍タグの XL、 そして目なしのタイプですね。こっちにはつきます。まあ、やっぱり目なしのフルスナップ、お探しの方多いイメージですね。 XL なので結構大きめではあるんですが、大きめに着たい方にはおすすめです。自分で合わせてもかなり大きいです。まあ、クルーネックとかの、XX とか着られる方だったらおすすめですね。こちらでお値段が 19,800 円に消費税です。続いてはブランケット1枚紹介させていただきます。タグとかはちょっと見当たらないんですが、ブラウンとイエローとオレンジですかね。かなり、温かみのあるいい配色の1枚です。大きさも、かなり大きい大判の1枚です。まあ、この辺普通に寝るときに使ったりとかソファーにかけたりしてもおしゃれなのかなと思います。こちらルンダンが 6,800 円に消費税です。続いてはパンツリーの紹介です。まずはこちらですね。オーシャンパシフィックのショーツになります。サイズがこちらですね。36ですかね。まあ、細胸のコーディロイの1本です。バックはポケット付きですね。で、こちらが実寸でウエスト34、あ、こっちに刺繍で OP 入るタイプですね。34、かなりウエスト大きめで、ちょっと調節が、まあ、ゴムは入ってるので34アップの人なら着れるっていう形にはなりますね。ちょっとベルトとかつけるところはないので、ちょっと、それ以下の人はちょっとブカブカな感じになっちゃうと思います。自分はちょっとゆったりめでちょっと履けるかわかんないかなっていう感じですね。こちらの値段が 6,800 円に消費税です。続いてはシルバータムですね。バギーのシルエットになります。サイズが、表記32ですね。やっぱりシルバータブ、このズドンとしたシルエットかなりかっこいいと思います。バックもそうですね、ダメージとかも特にない。まあ、このちょっと薄めのデニム、やっぱり、夏らしくて夏の、トップスにもかなり相性いいのかなと思います。32表記で実寸で32、まあ、ちょっと緩いかなと思うんですけど、この辺もギュッと絞って履いてもかなりかっこいいのかなと思います。こちらの値段7800円に消費税です。続いてはラルフのコーディロイパンツですね。タグがこちらですね。メイドインイタリー、いいですね。ウエストが32表記です。まあ、この辺の細胸のパンツでしたらまだまだ履けるのかなと思います。こちらが実寸が、32ニッパチ、レングスも長すぎないいいサイズかなと思います。自分でもちょうどいい感じで履ける1枚かなと思います。こちらのお値段が7800円に消費税です。続いてクワファートのダックパンツです。
タグがこちらですね、メイドインがメキシコですね。サイズが、表記30、30ですね。まあこのやっぱダックですとやっぱり焦ってるものも人気高いんですが、この辺のまだまだ色残りのあるダックもかなりいいのかなと思います。自分のカラーが出てくる1枚かなと思います。特に目立ってた名刺はまあこの辺にちょっと汚れがあるぐらいですかね。まあこの辺もダックでしたら特にあんまり気にならないのかなと思います。バックのここにつくタイプですね。こちらが実寸でも3030、かなりお裾上がしの方多いいいサイズなのかなと思います。こちらでお値段が7800円に消費税です。続いては、黒の501ですね。表記が32332ですね。まあ、後染めの一着になります。まあ、スーパーブラックとまでは言わないんですが、かなり濃く残ってる一本かなと思います。真っ黒の、デニムパンツ探しの方はこちらおすすめですね。こちらで実寸が3333、ちょっとレングスが長いんですかね。まあ、この辺、サイズ合う方にはかなりおすすめです。こちらの値段12800円に消費税です。続いては、セブンティースのモーターサイクルパンツですね。タグがこちらです。メイドイン USA ですね。いいですね。スズキのロゴというかがプリントが入るタイプですね。こっちにも入ります。モーターサイクルなのでここら辺にクッションが入ってます。こちらがサイズが実寸で3231、まあ、履ける方もかなり多いんじゃないかなと思います。まあ、こういった感じです。その21パーツ実際とモーターサイクルらしいディティールかなりおしゃれかなと思います。こちらの値段が9800円に消費税です。続いてヴィンテージですね。501です。パッチは欠損しちゃっていて、赤タウンも欠損しています。ただ、赤耳の後ろがシングルなのでビッグイで間違いないかなと思います。で、まあビッグイといい、ビッグイなのでかなり色落ちもいい一枚かなと思います。ボタン裏は6です。まあ濃淡のはっきりしていて縦打ちも出ていて、まあ蜂の巣ひげ等はあんまり出てないんですが、まだ色っぽいので少しは出てくるのかなと思います。でこちらが実寸で3030、最高ですね。最高履ける方多いんじゃないでしょうか。こちらの値段が69800円に消費税です。続いてはオーバーオールですね。ブランドこちらです。ベイデーですね。いいですね。年代が50年代頃のものかなと思います。まあ、ヴィンテージらしい雰囲気の出てる一枚かなと思います。まあ、こういった感じで薄シミとかはあったりするんですが、まあ状態はかなりいいのかなと思います。色残りも結構残ってます。こちらが、実寸で3530。オーバーオールレングス長すぎるとやっぱり履きづらいかなと思いますが、30だと履きやすいのかなと思います。こちらでお値段が19800円に消費税です。続いてスペシャルですね。こちらです。タグが、D のハウスタグです。でこちら見ていただければ月桂樹ボタン対戦のものになります。まあ、ピンストライプの、模様ですね。かなり雰囲気あっていい一着なのかなと思います。まあ、こういったシミ汚れ等あるんですが、まあ、この辺の、お好きな方ならあまり気にならないような雰囲気かなと思います。でこちらが実寸が3632、まあ、こちらもレングス長すぎないで、ここで調節できるのでレングスはある程度調節できるのでハマる方も多いサイズなのかなと思います。やっぱりこの月桂樹ボタンってだけでやっぱりロマンありますよね。こちらの値段が12万8000円に消費税です。それではジャケット類の紹介です。まずは65のフィールドジャケットですね。会計が、68ですかね。でサイズが、スモールレギュラー、まあスモールぐらいの方がハマる方もサイズ多いのかなと思います。でアルミジップのタイプですね。特にコンディション、まあミリタリー特有のこういったシミ汚れ等はあるんですが、大きなダメージ等はあまりないかなと思う。いいコンディションだと思います。スモールレギュラー、まあ自分でちょっとゆったりに着れるサイズ感です。こちらの値段12800円に消費税です。続いては、レベル7のコヨーテですね。
サイズがミディアムレギュラー、もう一番いいサイズですね。もうこの辺ちょっと時期的にはあんまり着れないのかなと思うんですが、まあ来シーズンにとっておいてもいい一着なのかなと思います。この辺はもう、流行なしにもうあったかいですし使える1枚だと思います。ミディアムレギュラーなので自分で、ちょっとゆったりめに着れるいいサイズだと思います。こちらの値段が、25,800円に消費税です。続いてデニムジャケットです。こちらですね、70505のサイズ46、いいサイズですね。でびっくりです、もう完璧ですね。カラーも、色残りかなり残っていて濃いめのいいカラーかなと思います。で特に大きなダメージともないいいコンディションかなと思います。まあ、46表記なのでかなりゆったりめに着れるめっちゃいいサイズですね。こちらの値段が59,800円に消費税です。続いてはこちらです。70505のサイズ40、こちらも読み取れる一着かなと思います。でびっくりです。でかなり濃いですね。さっきのも濃いんですがこっちもっと濃いですね。めっちゃいいと思います。サイズ40なので自分でちょうどよく着れる、ジャストぐらいに着れるサイズですね。こちらでお値段が59,800円に消費税です。続いてもデニムジャケット、こちらもちょっと見づらいんですが70505のサイズ40、紙タグ、残ってます、タグも。こちらもびっくりですね、いいと思います。こちらも色濃いめで特に目立ったダメージないいいコンディションかなと思います。こういった感じでちょっと、色も少し落ちてきてかなり雰囲気出てるいい一着なのかなと思います。先ほど同様40なのでジャスト目に着れるいいサイズかなと思います。こちらでお値段59,800円に消費税です。続いてスペシャルですね、リーバイス 506XX の、こちらは針なしのタイプですね。でこちらが実寸で44なので46縮みのものになります。かなり大きいです。針なしのものですと、サイズが48表記のものからティーバックになるので、こちらティーバックのものではないんですが、針ありでしたらティーバックのサイズ感です。まあ、色は薄めにはなってるんですがかなり雰囲気のいい縦落ちもしていて雰囲気抜群だと思います。サイズ自分でゆったり見切れる、もう最高のサイズですね。お探しの方多いサイズ感なんじゃないでしょうか。こちらでお値段が79,800円に消費税です。29日からのゴールデンウィークでアンドベルベージュの方ではポップアップも開催しますので、遠方からでも、ゴールデンウィークでしたら来れる方もいらっしゃるかと思います。ぜひお待ちしております。